皆さん、こんにちは。アリノクリーヌチャンネルのアリナです。本日は、ドリフターズのコント、どうも、異常ございません。というコントを一緒に見てみたいと思います。動画を見る前に、いつも私のドッグランテ代表を演じてくれているスポンサーやスープセンスをしてくれる人、本当にありがとうございます。では、早速ですが、見に行きましょう。昔殿様のお食事の前には毒味役がいて異常がないか改めたそうでございます。殿、昼食の時間でございます。余計に計らえ志村けんさん、あのガッタちゃんだったよね。この前ございます、うん、お毒味します。ありません。異常はありません。あ、ダンス。異常はありません。カブチャさん。あ、何もないじゃない。何も残らなかったじゃないですか。一応あったん？以上ございます。寿司でございます。寿司でございます。何もないじゃないですか。寿司がない。ない。ございます。じゃあ味噌？味噌スープ？味噌オイル。じゃあすいません。毎回同じことをしますか。いやー、めんどくせえ。それは早く食べたかったのに、殿様は。以上ございます。真剣ですね。あ、すべて。すいません、また今度。味噌汁じゃない。味噌汁はなかった。南蛮トライのケーキでございます。絶対なくなります。まあ見てる通り異常はないでしょ。ケーキだけ残してください。半分以上切った。半分以上。ああ、クビです。半分以上のケーキを食べたのに、いちごだけ残ってください。いちごだけ残ってください。いちごを食べた。以上はございません。ああ、もちろん。じゃあないですよ。いちごはいかない。もう南蛮トライのケーキでございます。ケーキでございます。ケーキでございます。うんうん。なんか食わせろ。はい、なんか食わせろ。栄
養満点卵でございます。ああ、はい、卵そんなに美味しそう。これなんでしょ、生卵どうやって食べますか。それは、あ、飲むんですか。本当、あ、やだやだ、はあ、入っちゃった。異常はございません。どうしますかこれは。もういじめられてるような感じです。やだな、たくさんの卵は無駄にしちゃうんじゃないですか。彼は飲ませる気か。絶対ダメダメ。14個でございますが、多少余裕があるゆえあと4、5個さよう。かわいそう。すっごくかわいそう。もうやめてください。ほとんどほか無駄遣い。生卵でございます。生卵でございます。ファン、いや、卵でございます。分かってるよ。もう泣いちゃうんじゃないですか。飲むのかこれを。ふう、本当に本当に、は、ふう、やだやだやだ、ふう、ノー、あー、生卵はやだ。うわ、ふう、すべて飲んじゃうの？ああ、ちょい、うわ、ふう、ふう、いや、私生卵は食べたことはない。見るのもあまり、すべて飲んじゃうの？やだ、ふう。見ちゃダメ、見ちゃダメ、私見ちゃダメ。ふう、すべて飲んだ、かわいそうだな。ふう、あー、やだ、うまかった。さすが殿でございます。ごちそうさまでした。食べたくなる。かわいそうだ、殿様もう死んじゃったんじゃないですか。もちろん、この量で生卵を食べるのは全然、健康に良くないですし、もう、すぐに病気になる機会があるんじゃないですか。いや、生卵は危険だと思います。いや、こんな量で、たくさん食べた、飲んじゃった、まあ、10個 ?20 個を食べた気がします。ふぅ、わぁ。それ気持ち、ちょっと、最後は気持ちが悪かったんです。本当に、殿様は、異常っていうか、かわいそう。かわいそうしか考えられないんです。わぁ。あ、皆さんどう思いますか？生卵が、飲んだことがありますか？好きですか？コメントで自分の意見と自分の思いをシェアしてください。ふぅ。わぁ。
それは本当に、なんか生卵は、こんな量で、大きい量で食べるのは、では勘弁してください。絶対ダメです。今日の動画見ていただいて本当にありがとうございました。動画を楽しんでみてくれると本当に嬉しいです。この動画がよろしければ、ぜひチャンネル登録も、ライクボタンもよろしくお願いします。くれぐれもご自愛のほどお祈りいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。元気でね。